電子地グローカルニュースの時間がやってまいりました。この番組は伊勢新聞社協力のもと、まさに電子地の言葉通り7つの海を越えて三重県内外の情報を世界に伝える地域情報番組です。ここでは私が独自の視点でピックアップした今あなたに届けたいニュースをお届けします。本日は12月30日月曜日から1月5日日曜日までの伊勢新聞の中からピックアップ。新春対談、鈴木英敬三重県知事、小林千三伊勢新聞社社長。若者流出県の三重県、県内企業に人材呼び込み。鳥羽市ゴミ分別方法サイトで紹介。忍者キングダムで餅つき。伊勢神宮三が日参拝56万人。以上5つのニュースをお届けします。それでは最初に1月1日水曜日一面、新春対談、鈴木英敬三重県知事、小林千三伊勢新聞社社長の記事からです。令和2年を迎え、鈴木英敬三重県知事は小林千三伊勢新聞社社長との新春対談に臨みました。今年の東京オリンピック・パラリンピック大会に合わせて、県の首都圏営業拠点三重テラスで忍者をテーマにしたイベントを開くことを明らかにし、大会に合わせて来日する外国人に県への興味を持ってもらい、観光誘客につなげたい考えです。鈴木知事は忍者の歴史や文化を伝える本物志向のイベントにしたいと語りました。伊勢新聞の元旦の紙面を飾るのは恒例ともいえる知事と小林社長の新春対談です。冒頭では天皇皇后両陛下が来県された際の様子や、そして3期目を迎えた知事の意気込み、県内で発生したトンコレラ、アコヤガイの閉止の対策と対談は続きます。この紙面を読みますと、2019年県内だけでも本当にいろいろなことがあったなというふうに実感しますね。その2019年の振り返りとともに、東京オリンピックや三重テラスでの忍者イベント開催決定など、2020年の三重県観光の機運がこう高まっているのを、ね、感じますね。皆さんは今年どんな三重県にしていきたいと思いますか？昨年の振り返りとともに、こんな三重県にしていきたいなど思いを馳せるのもいいかもしれません。それでは続きまして、1月3日金曜日2面、若者流出県の三重県、県内企業に人材呼び込みの記事です。近年の雇用情勢は有効求人倍率が高水準で推移する一方、労働力不足が深刻化し、企業が優秀な若者を争奪する売り手市場が続いています。県もこの10年で有効求人倍率が右肩上がりに伸長し、昨年5月の同倍率は 1.94 倍と全国6位、過去2番目に近い水準を維持しています。一方で県内の高校生の約8割が卒業後に県外に進学。そのうち県に戻り就職する人は約3割にとどまり、若者の県外流出が顕著となっています。県では県内に人材を呼び込もうと、学生や企業のニーズに合った就職支援策を模索しています。記事は人材確保に苦しむ県内企業がウェブ企業見学会ですとか、会社独自の人材確保に展開することに加えて、県としても関西圏の大学との協定を積極的に結び、人材の誘導を図っているという内容でした。現在高水準である有効求人倍率ですが、こう私の周りであふれる話題で考えてみますと、私が就職したタイミングっていうのがですね、氷河期世代のこう後ろの方だったんですね。私はありがたいことにこの時就職難についてうまくこうくぐり抜けることができたんですが、やはりこう友人の中には非正規で勤めていて、現在も先の見通しが立たないというふうに嘆いていまして、この世代間の大きなギャップを感じています。宝塚市でこうした氷河期世代の受け皿として公務員試験を行い、倍率が400倍だったことを振り返ってみても、この世代間ギャップには考えさせられるものがありますね。より多くの価値をもたらす人材を確保するという意味で、学生の県外流出を食い止めるというのは、三重県の企業力の向上という面ではこの記事必要なアクションであると感じると、同時にその先もこのアクションを続けていくということが必要だなというふうに思います。よりこう広い視野、深い確保策によって、より良い人材が三重県に集まることを期待してやみません。それでは続きまして、12月31日火曜日2面、鳥羽市ゴミ分別方法サイトで紹介の記事です。三重県鳥羽市は来月1日から
一般家庭ごみ分別検索サイトの運用を開始します。鳥羽商船高専の協力で開発し、約4000品目の対象から分別方法や日程などを知ることができるといいます。サイトではゴミに出したいものの種類と居住地区を入力することで、可燃物や金属など14種別の分別方法と次の回収日などを知ることができます。また対象を従来の500品目から4000品目に拡大したことで、アイスホッケーの刃やカラオケ機器など細かい品目の分別方法も知ることができます。中村金一郎市長は、熱心な方ほど迷われることが多いが、品目の多さでストレスなく分別できると思うと話しました。ゴミの分別、皆さんは迷うことなく分けることができますか？そう考えると、こう合ってるかどうか不安ながらも、まあいいかで済ませている自分自身を思い出します。今回のように分別方法を明示したサイトがあると、そのハードルというのはかなり低くなるのではないでしょうか。何よりですね、自治体ごとで分別が異なるというこのややこしさを解消するにはもってこいのサイトだなと思います。それに加えてですね、分別することの重要性を住民の皆さんに知っていただく必要があるっていうことを実感できるというふうに思うんですね。昨年県が宣言した脱炭素宣言、温室効果ガス排出実質ゼロへ向けて、一人一人の住民意識が高まってくる、この機運が必要になっています。小さなことではありますが、自分の分別が資源となるものを決めている、そういうふうに思うんです。こうした意味で、手引きとなる今回の鳥羽市の取り組みは、脱炭素宣言に向けた大きな一歩になるのではないでしょうか。ぜひこの四日市や他の市町村でもですね、この動きが広まり、かつこの4000品目がですね、もうまるでもう全てこう乗ってくるぐらいの検索力になってくると、また面白いなというふうに思います。続きまして、12月31日火曜日8面、忍者キングダムで餅つきの記事です。三重県伊勢市二見町三津の伊勢忍者キングダムで、来年1月5日まで様々な新春イベントが開かれています。お正月恒例となった同キングダムの役者たちによる餅つきは、1日から5日午前10時半から実施、つきたての餅は無料で振る舞われます。自然一体型のアスレチック忍者森のアドベンチャーは5日まで営業時間を延長します。イルミネーションでライトアップされたアスレチック各コースと、ランタンで彩られた園内をワイヤーロープや滑車を使って滑り降りるジップラインでの空中滑走が楽しめます。1日2日には日本酒利き酒イベントも開催。県内の日本酒5つの銘柄から3銘柄以上当てると、当てた数に応じて園内で使える金券を進呈します。伊勢忍者キングダムは第85回電子地ステーションにアーカイブがあるように、三重県応援団で取材させていただきました。またですね、今回のこの記事のお話、伊勢忍者キングダムの担当の方から直接お誘いを受けていたんですが、残念ながらですね、伺うことができませんでした。申し訳ありませんでした。こうしたですね、年始のイベント、場所柄もあって、こう伊勢神宮も近いことから大きく盛り上がりを見せたのではないでしょうか。常に行われている忍者体験に加えて、日本酒や餅つきといった日本独自の文化は、日本で年始を迎えられた外国の方に非常に喜ばれたんだと思います。冒頭の知事と小林社長との対談でもあったように、三重県は今年忍者推しでインバウンドを狙うぞと指針を示しております。そういった中で、この忍者キングダムのような忍者体験ができる施設のニーズは非常にこれから高くなるのではないかと思うんですね。そして本日更新している同じく三重県応援団のコンテンツでは、伊賀流忍者博物館を取材してきました。こちらもぜひご覧ください。それでは最後に、1月5日日曜日15面、伊勢神宮三が日参拝56万人の記事です。神宮市長は4日、正月三が日に伊勢神宮を訪れた参拝者数を発表しました。内宮と外宮を合わせた総参拝者数は56万320人で、昨年に続き2年連続で50万人を超えました。内訳は、内宮が36万8253人、外宮が19万2067人、3日間とも晴天に恵まれたことに加え、昨年に御代替わりに伴う2度の行幸啓や、平成から令和への改元があったことなども影響したとみられています。
伊勢神宮への初詣は私20歳から毎年欠かさず伺っているんですね。毎年のことではありますが、今年も御神楽拝観してまいりました。株式会社電七ステーションが日本伝統ビューロから分社化して初の正月でしたので、神聖な雰囲気の中で気持ちを新たにすることができましたし、この1年、これからの1年をですね、発展できるようにご挨拶してきました。大変素晴らしい思いです。さあ、今回は参拝者数についての記事です。伊勢神宮にまつわるイベント行事が昨年多く催されましたので、参拝者数年々伸びている様子です。初詣に訪れたという56万人という数字、比較しますと明治神宮は約312万人なんだそうです。こう考えると少し少なく感じるんですね。しかし旅行事業を手掛ける株式会社エアトリが、今までに行った中で最も良かった日本の寺神社をアンケートで募った結果、伊勢神宮がランキング1位を獲得しているんです。私はいつもですね、この初詣車で伺うんですが、この期間パーク&バスライドが充実していて非常に便利。伊勢神宮への初詣と聞きますと混雑が目に浮かんで気持ちが引けてしまう部分もあろうかと思いますが、おそらくですね、他の名だたるこの名所に向かうよりも行きやすいことで驚く方多いのではないでしょうか。かれこれ私が20歳から伊勢神宮に初詣に向かっているのも、アクセスの良さが大きな理由の一つになっています。このランキングが示す通りに、じわりじわりとこう伊勢神宮人気が高まってきているように思うんです。常若の精神で式年遷宮があるのが20年に一度。私も毎年挨拶に伺い、ぜひですね、人常若分こう続けていきたく思っております。それではお別れの時間です。7つの目を超えて情報を世界に伝える地域情報番組、電子グローカルニュース。三重県内外の情報をこれからも皆様に届けていきますので、次回もどうぞご覧ください。